パワーリフティングは、バーベルを持ち上げ、その重さを競うスポーツ。しばしば、ウエイトリフティングと混同されるが、種目が異なる。ウエイトリフティングが、スナッチや、クリーンジャークのようにバーベルを頭上に差し上げる、種目の重量を競うのに対して、パワーリフティングは、ウエイトトレーニングの種目の中で、基本的で、高重量を扱える種目であるスクワット、ベンチプレス、 デッドリフトの3種目の最大巨上重量の総計を競うスポーツである。競技の進行等については、ウエイトリフティングとよく似ているが、ラウンド制で行われる。すなわち、試技の順番は、重量の低い順に行い、同重量の場合は事前に抽選をしてある、抽選番号に従う。1回目の試技が全員終了してから、2ラウンド目を、 再び重量の低い順に行い、全部で3ラウンドで終了。スクワットのラウンドが終了してから、ベンチプレスそしてデッドリフトの順となる。バーベルは 2.5kg 刻みで増量できるが、1回目の試技より減らすことはできない。同記録の場合は、体重が軽いものが上位となる。同記録、同体重の場合は先に、トータル記録を成立させたものが上位となる。 レベルが高い選手は、ほぼ全員がギアを着用している。ギアとは、スーパースーツとベンチシャツ、およびニーラップがあり、これらは、体の各部分の保護のためとされているが、実際にはきつく縫い縮めたりして硬い生地の反発力を活かして、記録を上げるための道具となっている。ノーギア大会もある。日本では、 各地方大会や全国大会が開催され、世界大会にも選手を送り出している。三地で大輔ら数名の選手がベンチプレス部門で世界一になっている。伊坂は広雪はパワーリフティング殿堂入りを果たしている。お笑い芸人の鍋やヤカンは国内大会で数多くの優勝経験を持ち、日本代表にも選出され、 世界選手権で準優勝したこともあり、その活躍がしばしば芸能ニュースで報道されていた。ありがとうございます。